エル歌舞伎のエルウダです。どうもデロニアンです。ということでね、はい、昨日はね、あの、うん、渡部健さんの会見があったんですけれども、ああはい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 。やっぱ YouTube ライブは便利ですね。はい。ほぼ全部見ましたけどね。あ、見ましたか。やっぱり全部見ることで、はい、面白くなってくるところっていうのはかなりあるなっていうのと、はい、あとデーブ・スペクターさんがツイッターの方で、うん、復帰の望みがないっていうね。お。だいぶネズッチさんみたいな感じのことは、あとなんかすごい囲み取材でいっぱいのマスコミがいたじゃん、はい、で長くなっちゃったじゃん、うん、だからこれはなんか1万円ずつ配って5分で帰ってもらえばよかったんじゃないかっていうのももう芸人がやることなくなるんでちょっとやめてもらっていいでしょうか。デーブさんのツイッターね、はいはい、あれを参考にネタをね、なるほど、作っていきたいなと思うんですけど、なんか個室でやってましたね。なんかいや個室ではない、一室です。あ、一室ね、一室ね、はいはい、まあ、あれが多目的ホールでもよかったんじゃないか。もう全部デーブスペクターの引用だけどね、はっきり言って全部なんだけど、さすが潰すね。まああれね、うん、まあいろんな意見あると思うんですけど、はい、僕ね思ったのは、うん、渡部健さんは頭いいなって思いました。ほう、やっぱりその心は、思った、その心はいやいや別に木曽三十さんに寄せて言わなくていいけど、はい、かぶってる帽子も全然違うしねどう思う、はい、あれでね頭いいっていう意見がないのが あんまないのよ、はい、コメントが。どっちかというとね、うん、結構辛辣な感じが多かったと思う。俺ねすんげえ気遣いができて、はい、頭がいい人なんじゃないかと思うんだよね。はい、そのやったことの是非じゃなくてよ、はい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 、そのっていうのは、うん、やっぱ答えらんないわけですよ、収録の話とか。あで、はいはい、それはそうだよね、野暮だよね、うん、だけど、うん、そのあれ怒らせ待ちなのかね、ごマスコミって。いやだから答えられないんですってもし言っちゃったら、うんうんうん、そのワンカットをずっと繰り返し、ああまあそれ怒らせ待ちのやつは辰吉の KOC みたいにリプレイで何回もあけぼののぶっ倒れシーン連発みたいな、渡部切れるみたいな。いやそれは狙ってるでしょっていうことだよね。あるでしょ。だから多分やる前にずっとその絶対に切れちゃダメですよみたいな、裏に長州小力さんかなんかがいて、うん、絶対切れちゃダメですよ絶対切れちゃダメですよ、誠実さがないな、それは。なんか、うん、西口、うん、西口プロレスの株団体西口ドアね、はい、トイレのドアじゃないけど、はい、でなんかそういうもしかしたらスペシャリストが指導みたいのが、うん、あったのかなと。切れちゃダメですよ、うん、だってさ、収録前の仕事に関しては喋ることができないっていうのはプロとして当たり前のことじゃないですか。多分業界の人は知ってんじゃないの、うん、デロリアン林ぐらいですよ、何にも計算しないでたまに言っちゃうの。え先そんなことないよ、お前言わないよ俺。お前は人のでも何でもちょろちょろ言ってるからね。いや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 、それは誤解だよ。一応昨日配信の中でもちょっと危ないのあったんで、うん、俺がもうバッて軌道修正してますけどね。あ、本当ですか。そうですよ。ありましたか。気づいてないでしょ。なんかありましたって言ってこないよ言わないよそれ、言っちゃいけないんだからね。そういうのがね、まあ、ちょろちょろありますよ、はいはい、で、まあ、だからとにかくあの人は気遣いができて頭がいいんじゃないかな、うん、ただ、まあ、まあ僕らが受ける印象ね、僕が受ける印象ね、まあ、デロニアどう思ったか俺は知らないけど、はい、だからね結構コメント欄ではっきり答えないし、あとその泣き顔の表情をやめてほしいとかね、なんかずっといやっていうね、なんかこういう感じになってましたけど、泣きたくなるって泣きたくなるって、あれはちょいちょいタオルで拭いてたんだけど、うん、涙出てないって書かれたりね、ハンカチ王子とか、ハンカチ王子は書かれてないですけど、ハンカチ王子って書かれてないですけどね。まあでもね、そういうのは見ててね、うん、まあで、まあね、あとマスコミの人がさ、うん、俺たちだってガキの使いで来てるんじゃないんですよって言ったでしょ。あで、はいはいはい、うわっわーみたいなの受けたんだけど、超つまんねえなあれな。いや、そう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 、だって渡部さん笑ってなかったもん。いや、つまんなすぎて。いやいやいや、そっち厳しいな。お笑いに誠実だね。うん、つまんなすぎて笑ってなかったもん。いや、あれもあったじゃん、うん、それで言ったらさ、サムラゴーチさんかなんかの時にさ、うん、あったね、わざとペンを通してさ、うん、反応を見るとかっていう、はい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 、ああいうのはちょっと俺嫌だね、うん、見てて。でもそういう仕事なんだろうな、あれ見てて。女性の人とかがさ、うん、さっき反省してるって言ってましたけど、うん、じゃ家事をできるときはやるって言ってましたけど、うん、家事を全部やるぐらいの気持ちじゃないと、それはみそぎならんじゃないですかみたいな。いや、お前誰なんだよ、お前は、誰お前みたいな。お前の家の、知らんわ、ブッダ。まあ、月曜日からんじゃない、うん、月曜はね、ゴミ出しは、お父さんみたいな。いや、さっきちょっと自分ができるときはって言ってましたけど、うん、全部やるぐらいじゃないと、それはみそぎならんじゃないですかとか言って。で、渡部さんもさ、ずっとさ、そうですね、みたいな。言うしかないもんな。で、ひどいな。本当に、本当にって言いすぎて、途中ツイッターで一般の人がね、ライオン出てくんのかって言われて、本当に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 って言いすぎて。ちゃんと見てるね。うん、見てます。で、うん、結構ね、コメント欄でも、うん、僕らね、この配信の何回かやってますけど、その、
言ったら共演してる後輩のタレントとかにもともと当たりがきつくて、うん、そういうのは反省するべきだみたいなコメントってちょろちょろ出てくるんだけど、それ一部報道でそういう報道があったんだけど、僕らはね、実際に渡部さんと共演というほどの共演してませんけど、番組出させてもらったこともあるし、一緒に番組作りましたよ。楽屋にご挨拶作って、一緒に僕らは1分ネタコーナーに深夜の若手が出ただけだわ、俺らなんだよ、でとか、あとは楽屋でご挨拶ってのは何回か、あとお話ししたことも 2,3 回ある、うん、で、渡部さんは局でも俺、渡部さん見た時に、うん、もう、あ、おはようございますって言ったら、うん、もうちゃんと覚えててくれるしね、で、うん、僕たちのこと覚えてますかっていう時に、うん、誰が知ってんだよみたいな言う人でしょみたいな、うん、いや、正確に誰がわかんだよ、だから違うなとか思いながら。厳しいのことありましたよ。厳しいの。で、その時に、うん、もう何回か喋ってくる、もう一回喋ると、まあ、とある番組の前説やっていて、で、前説の楽屋がなくて、そこがみんなの会議室だったんですよね、うん。で、皆さんが会議される時に僕らは外に出て、一緒に待つっていう、ルーティンがあって、で、その時に渡部さんがすごい早く来られて、来られたんで、演者のことは来られたんで出ようとしたら、うん、いい、出なくて、ごめん、俺が間違って早く来すぎたと。ああ、はい、はいはい。言って新聞読んで、うん、なんか情報を入れてて。なるほどね。したら、その時に、小宮売れたなって言ってくれて。で、それは、僕らが一緒の同じ番組に、三四郎とかも、1分ネタコーナー出てて、それ覚えてて、小宮売れたな、うんうん、すげえ売れたなとか言ってくれて、ってことは僕らのこと認識してるんですよね。あ、そうだね。で、一応僕らのこと覚えてますかって言ったら、誰が知ってんだよみたいな。うん、あー、やっぱ小宮と違って覚えられてねえなみたいな。いやなんでいいじゃない、そこまで知ってくれたのいいでっていう感じだったんです。僕らが挨拶、僕らが唯一ちょっと喋った、うん、まあ、他のね前説のデカでも挨拶したことありますけど、そういう一面っていうのは実際共演した若いタレントは知りませんけど、まあね、僕らに関してはすげえいい人だなっていう、知った激励だったかもしれないしね、分かんないよね受け取り方はね。だから、うん、そうね、実際に聞かれたことあるの、渡部さんって実際どうなんですかって聞かれたことあって、うん、他の人とかに、うん、で、いや僕は 2,3 回お話したことありますけど、その時はすごい優しかったですよっていうのは言ってるんで、逆にね、ここ逆にそんな知らないといきなり殴りかかってこないから、だからこんだけ言ってるから、復帰した後に俺たちの秋葉原ゼロ時のトークライブに1回出てくれてもいいかな。復帰一発目は5000円は出せます。美味しいもの食べれるよ。そこあれか、舞台上で1万円渡して帰ってもらう。5000円だったらね、お前ね、水一杯ぐらいしかもらえないぞっていうのありますね。まあね、まあそれがね、昨日は僕は見てましたね。あ、ずっと見てたね。でもあれだね、うん、そう、俺ちゃんと全部そんな見てないからね、うん、はいはい、さ、うん、俺ね、その記者会見とかの、うん、その記者とかの質問とか全部見れるっていうのは面白いよね、うん、やっぱりそういう風に、うん、田中康夫さん言ってましたけどね、ガラス張りのしなやかな政治だっていうのは。だから前で言ったらさ、宮迫さんの記者会見の時にもさ、うん、なんかそういうちょっとさ、ね、ギャグ調のこと言った人いたじゃん、うん、今の気持ちを色で答えると何色ですか、そうそうそう、みたいなこととかって、で、いやすいません、もうそういう場ではございませんのでっつって、うん、ね、だからあれは逆にあれかな、でも自分たちの方に批判の目をこう、まあ、背けようとしてるのかな。いやそんなことないと思うけど、宮迫さんもこんだけ復帰できないんだったら、あそこボケといてもよかったかもしれない。よかったかな。もうちょっとボケまくってな。よう、なんで泣いてんねん。泣くとこちゃうで。ね。よかったかもしれないな。やっぱりさ、うん、すごい大変なんだろうなっていうのも思うし、うん、その、いろんな人がね。で、これ変に大きくなっちゃったもんね。やっぱり、ビートたけしさんの会見をあそこでも思い出させる、俺に思い出させてる、あー、はい、あのビートたけしってすげえなって。いや、あれはかっこよすぎでしょ。で、それを間髪入れず突っ込んでたビートきよしってすげえな。だって今さ、うん、謝罪会見とかさ、うん、立ちじゃん。立ちが多いのか。あ、昨日そうだったね。立ちでしょ。大体立ちじゃない。座りもあんのかね。たけしさんのやつさ、こうやって座ってさ、こんな感じじゃん。で、どう、で、その、謝罪の気持ちあるんですかとか言って、うん。あるから今やってんじゃん、会見。みんな黙るみたいなね。そうそうそう。それはすごいね、面白いからね、皆さん見てほしいね。そうね。フライデー事件を起こした直前、うん、あ、直後と、うん、あと裁判の後かな。うん、なるほど、2回あるんだ。2回確かあったと思うな。かっこいいんだよ。復帰だ、復帰だ。はい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 。復帰会見と、うん、そうそうそう。小島さんがね、小島さんも僕1回、ご挨拶させてもらったことあって、その番組で共演した何年か後かに違う番組でご一緒して、はいはいはい、でちょっと時間あったんで少しだけご挨拶させてもらって、うん、覚えてますか僕のことって言ったら、うん、小島、おはようございます、前説出る歌舞伎です、うん、
前に一度ご一緒させてもらってみたいな、はいはい、本当にポカーンとしてましたよ、ね、そうだねで、エル歌舞伎っていうコンビで誰がわかんないみたいなネタやってたんですよって言ったら、うん、お前の喋りしたって、うん、あれは本当に思い出してましたねだからあれは本当に思い出してた悪い人じゃないってことだな、うん、まあね、悪い人間ね、だったらそこまでいかないからね、うん、ねえ、ということですよ。あ、ね、あとだからね、もう一個の知ってる、拓八郎さんが亡くなってたっていうのが昨日、今年の8月に亡くなってたっていうのが昨日拓さん、うん、ニュースになってたんだよね。で、オタク評論家っていうのが一応肩書きというか、うん、まあ、昔マジックアンドを持って、まあ、よくテレビに出てて僕らは ね、よく見てたけど、はいはいはい、っていうのがね、そうなんだよ、うん、びっくりだね、そういうのがありましたね。何とも言えない、うん、本当に今知ったから、まあ、本当のニュースだから、よいよいよいよ、まあまあまあそんなことがね、ちょうど最近生だら見たばっかなんで、そうね、出てたもんね、髪長くてね、生だらマジックハンドでね、はい、で意外と拓八郎さんも髪長いけど、うん、その時の高さも髪長いっていう、長い長い、ね、が流行ってたんでしょう、うん、まあまあそんなとこでございます、はい、ね、うん、まあ、皆さんね、何かありましたらコメントとか、はい、ハッシュタグエルラジとかでつぶやいていただけたら、あと渡部さんもゲスト全然お待ちしてますんでよろしくお願いします僕らはもう本当に誠実な再生数持ってない柴田みたいになるから一番お前柴田って再生数あるからいいんだぞ、あれ、あ、そう、柴田って再生数なかったらインディーズだからね、渡部どうしたんだ、渡部、いやいやいい、柴田やんなくていいんだよ、パチンコ打たないか普通に並ばないか、いいね、だから、うん、俺ら海辺じゃなくてこの山、山で山感でいいけど森で森で、ね、はい、まあ、そんなようなことでございます、よろしくお願いします、といったところで、また明日お気になさってください。